はい、はい、じゃあ始めましょうかね。井上博之先生の、潜在意識を使いこなす人、無駄にする人の説明ね。はい、で第2章、はい、第2章、まずこの61ページのね、ここに、はい、潜在意識の力を一点に集めるってね、まあこれはまた後で出てくるんで、このことについては大事なことなんで話しますね。で、この2章ももうもちろん全部大事なんですけど、ここにですね、71ページね、ミッションとビジョンで軌道に乗るって書いてますよね。で、無駄にする人は感覚を過大評価して軌道から外れる。このミッションとビジョンって、まあちょっとなんか聞き慣れない、聞いたことあるようなないような、まあ福山さんが知ってる言葉ですれば、使命、ミッションというのが使命です。007なの、ミッションね、ミッションインポッシブルとかね、なんか約束とか使命とかね、そういう訳がありますね。まあ大体使命という方が、約束の方よりも使命っていうね、の方が、このこと、ここに書いてることには近いかなと思います。で、ビジョンっていうのはですね、その使命が達成された時の未来の姿ということです。使命を果たせた、もしくは今ここまで果たせてる、その状況を想像したということをビジョンというんですね。で、この使命っていうのは、その潜在意識を使う上でですね、とても大切なことになるんですね。これなんでかっていうと、この潜在意識が厄介なのは、もう潜在意識の中にもどんな知識がもう入ってるかわからない。まず、もう一日一、二回はもうちょっと気分が悪くなる、機嫌が悪くなる。もう嫌な気分になるっていう人とか、あと願いはもう簡単なことやったら叶うんやけど、ちょっと肝心なことになるともう叶わないとかいう人、そういう人が、まあこれ潜在意識使ったらいいですよっていう本なんですけど、この潜在意識が厄介なのは、これね、繰り返し継続していくって、この継続していかなければいけないという大問題があるんですよ。これも1ヶ月2ヶ月の継続じゃないんですよね。やっぱりその、例えば人間関係一つ改善するのでも、結構な時間が必要なんですよ。潜在意識、その人と仲良くなるのに時間がかかるという意味じゃなくて、潜在意識のその知識の書き換えですよね。潜在意識っていうのは古いですけど、昔のそのテープレコーダーとかと一緒で、上書きができるんですよ。ね、そうすると、その、マイナスの、その、もうろくなことは起きないような知識の上に、いいことが起きるようなプラスの知識を上書きできるんですけど、そのろくでもない知識が多すぎてですね、かなり長期に人間関係一つとっても、たった一人の人と仲良くするということに関しても、ものすごい長期に上書きをしていかないといけないということがあるんですよ。そうするとですね、ちょっとやそっとの思いつきではですね、本読んだりとか、この音声教材ですよね、この YouTube とかでもですね、大体の人が、これ YouTube 配信してくれると1回ぐらいは聞くんですね。でも聞いた、分かった、っていう、それで終わり。もうすぐ忘れます。で、忘れなくても、その潜在意識にはもう山ほど違うことが、それの僕が言ってることと反対みたいなことが入ってるんで、何回も何回も繰り返しこの YouTube を聞かなきゃいけない。僕がどうしてこの YouTube をしようかなって思ったかというと、その福山さんなんかも分かってますよね、本をずっと読んでもらってたんですよね。
これ本を読むというのはですね、結構な問題がありまして、まずこう読むのも時間かかるんですね、すごい。それと、この読解力っていうのが問題なんですね。これこのちょうどこのたまたまこの2章の中に、後ろの方にね、行間を読むっていうことが書いてあるところがあるんですよ。これね、行間を読むっていうのはどういうことかっていうと、これ89ページにね、これ行間から本質を見つけるっていう、これ何のこっちゃっていう、これ本を読むときに、行間ってね、このこれ文章書いてますよね、この間の白いところですよね、このここに作者の思いとか意図、書いてないことを見つけてくださいっていう、神がかり的なことが書いてあるんですよ。これを一般的には読解力と言います。でその次に、無駄にする人は発信者の情報をそのまま信じる、書いてることをそのまんまということです。ね、じゃあ書いてることをそのまんまって言ったって、日本語ってその日本語の単語の意味自体も、これ信じられないかもしれないけども、福山さんもずっと教えてもらってるから分かるけど、意味を、違う意味を、親とかから教えてもらってるケースが、ありえんぐらい多いんです。そうすると本読んでも、ね、もう不幸の方に突き進んでいって、え、福山さん何してんのって言ったら、いや本に、先生ここに書いてあったからこうしてるんですって、いやどこに書いてんのって、ここにって、えどういうこと、って、え僕には書いてないように見えるけどって、いや書いてます、え他の言葉で言ってみてって言ったら、その単語はね、そういう意味じゃないんだわって、いうことが今までも何回もありますよね、ということは、この本を読むということはまあ必要なんですけど、本を読むだけで潜在意識の書き換えをするっていうのはですね、相当な読解力がなければいけないということで、読解力っていうのはもちろん才能と努力なんで、例えばですね、中学校の時の国語のテストの成績がやたら良かった人、国語って一番その5教科の中でその勉強しにくい科目って言われてるんですよね。そうすると国語ができる人っていうのは基本的に読解力がある人なんですよ。その理由はもう人それぞれです、ただその国語がもうほとんどクラスで一番でしたとか学年で一番でしたとかいう人って、僕のクライアントさんの中では多分ほとんどいない、これ失礼な意味で言ってるんじゃなくて、なかなかいないですよ、そういう人って、ね、そもそもそんだけの読解力がある人って、多分僕に相談に来ないですよね、ということは、これ読解力っていうのが、この本はその僕が解説受けたから、僕から説明を、受けたからって言って、全部の行を解説することを説明することでできないじゃないですか、ということはほとんどはしないわけですよね、そうするとこう自分なりに、意味付けをしていくということになるんですよ、そうすると間違ったことを真面目やから延々とその行動していくっていうことがめちゃくちゃよく起きる、それで僕は、ちょっと困ったなって思ってて、僕自身が本を読む時間がない時、例えば車を運転してる時とか、家でもうなんか本読むのなんかだるいなって思う時に、僕自身が音声教材というものを使ってたんですね、それは僕好みの音声教材ではなかったんですけど、単純に僕が使ってたのは、僕はあんまりこう人の考え方とかそういうものをその聞くっていうことは今まで一回もしたことないんですね、本をそのまんまその朗読してやるという音声教材、をその聞いてたんですね、で本読むよりもめちゃくちゃ楽なんですよ、で僕自分でふっと思ったんですね、僕が言ってることが合ってるとか間違ってるとかじゃなくって、僕は今でもどこが大事かなとか言いながら説明してるじゃないですか、だったらこの例えばこの前半の15分にはこの第2章のところの半分ぐらいのすごく大事なところがこの音声の中に入ってるわけですよね、だったらその
10回読んでほとんど何にも入らないよりも、うん、もしくは間違った意味が入るよりも、うん、まあ、僕のが間違ってないとは言えないけど、まあ、あの、まあ、自分で読むよりはマシかもしれません。で、この YouTube を音声教材として使ってもらったらいいんじゃないのかなって。もちろんそれは そもそも僕のクライアントさんに聞かせようと思って、最初は YouTube なんかね、あの配信してとか言ってなかったですよね。最初はもう録音だけして家帰ったらこれ聞いててねっていうことを言ってましたよね。で、途中でそのまあ YouTube ね、あの配信してくれれば、まあ非常にこう少ない数かもしれないけど、まあ人生変えれる人がいるかもしれないっていうことでね、うん、僕はこの使命というものがそもそもない人が多いですから、っていうか考えたこともない人が多いですから、ということはこれ継続するための動機とかモチベーションっていうんですね、エネルギーがない人が多いんです、だったらできるだけ簡単な方法で、その潜在意識の中の知識の書き換えをしていく必要があるんですね。そのために僕が今の時点でそのカウンセラーを24年間やって、僕自身もそのクライアントさんの潜在意識の知識の書き換えというものがうまくいかなくって、ものすごいこう大変だったんですね。でも自分で録音してねって言ってから、やっぱり福山さんでも本読んでただけの時と、ね、あの録音しだしてからの時と、やっぱりだいぶ変わったんです僕から見てね、だからまあ今 YouTube 聞いてる人もね、あの本はまあやっぱ読んでもらわないといけないんですけど、何回も読まないといけないんで、それだったらせめてこの YouTube を音声教材として位置づけてもらって、あの自分の何て言うかな、潜在意識の書き換え、例えば福山さんだったらその具体的な相談内容のことを公開カウンセリングとして今までいっぱい号外で出してくれてますから、あの例えば、福山さんの YouTube のホーム画面というのに行くと、あのこれ60代の人が多く聞いてるとして、ちょっとその操作に不得意だということを考えて、あの福山さんの場合アイコンって言って、あのふくふくチャンネルって書いて、その左側に丸いのがついてるんですね、あのそこをピュッて押してもらうとですね、今 YouTube 聞いてる人はですね、あのホーム画面って言って、まあ、一番最初のページみたいなのに行くんですね、そうすると上の方にあのホームって書いてあって、そして横に動画って書いてあって、その横に再生リストって書いてあって、その再生リストっていうところをピュッて手で押すとですね、その福山さんが今までこういろいろシリーズで配信してくれたやつとか、この号外でやったことをこうまとめてこう一目で分かるようにしてくれてるんですね。そうするとその写真みたいな画像っていうのをサムネイルって言って、その横にタイトルが書いてある、そしたらこう自分に必要そうなタイトルのところを聞いてもらうだけで、僕はその音声教材になると思います。これ僕の経験上、あの20年以上カウンセラーしてて、ほとんどの人が似たようなことを僕に相談します、ものすごい変わったことを相談してくるケースっていうのはもうほとんどないです、この20年以上、ということは、あの例えば福山さんが親子関係とか、人間関係の基本的なコツとか、それとかまあ潜在意識の使い方とか、そんなことを聞いてもらうだけで、あの本をすごい頑張って読むよりも僕は効果が高いんじゃないかなと思うんで、ね、あの福山さんも、あのこれ福山さんのためにカウンセリングしてるわけですから、あの暇があったら、ね、例えばなんですけど、今日ここに来るときに車の中で何か聞いてました、まあ、私はね、まあ、最近やったらもうラジオをつけてます ね、はい、それね、あのダメじゃないんですけど、はい、もったいないです、これなんていうんですかね、
ボイスレコーダーに録音してるじゃないですか、はい、これ YouTube を車の中でつけっぱなしにしてると、うん、その、ね、そうです、ギガを、ギガ数っていうのをもうその容量を使いすぎてしまうんで、はい、お金がすごくかかってくる、うん、だからこれボイスレコーダーに録音してるんだから、うん、まあ、はっきり言ってね、うん、その例えばそれが、まあ、10分だとしましょうよ、うん、ね、これ1日1日10分積み重ねていったら莫大な時間になるんですよ、うんうんうん、それね、ラジオを聞いてあなたの人生変わるんですかっていうことなんです、うんうん、例えばテレビ見る、テレビ見ちゃダメって言ってるんじゃないです、うん、そのテレビ見てあなたの願い叶うんですよねって、うんうん、その5分、うん、1分2分に細かく生きる必要ないですけど、うん、僕は5分あれば、うん、ね、うん、僕が福山さんに3分ぐらいの動画にしてねって言ってるのは、3分の、まあ、言えば5分の隙間時間で1つ聞けるっていうね、うん、15分の隙間時間、30分の隙間時間で1つ、これ本は無理ですよね、うん、そんだけそれで1冊読むなんていうのは、うん、ね、だから福山さん自身がね、その時間というものを、うん、もっとうまく使いこなせるようになった方が僕はいいんじゃないかなと思いますよね。ね、だからこういう本っていうのはものすごい頭のいい人が書いてますから、うん、行間から本質を見つけなさいとかね、うん、ミッションとビジョンでって書いて、いや、こんなことね、普通の人には難しすぎてできないんです。わかりますよね。もう単純に、ね、もうちょっと勉強してください、もうちょっと勉強してくださいって、うん、テスト前だけの一夜漬けじゃダメですよっていうことなんですよね、うんうん、だからそこも自分で考えるということのきっかけに今日はしてもらうということで、前半これで終わりましょうかね、はい、はい、ありがとうございます。